様々なレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。Who's? 誰の誰のものまず、曖昧に表の解説からしていきます。ここでは、剣のところを見てください。え人の名前、剣とは限らないんですけども、剣が来る場合、主格の方は、えー、そのまま人の名前を使ってください。剣の場合は剣ですね。 次、所有格ですね。県のと言いたいときには、県、人の名前の後ろにアポストロフィーと S をつけてください。県図となりますね。目的格は、えー、そのまま人の名前で結構です。ね、そしてもう一つね、えー、所有代名詞なんですけども、県のものと言いたいときも、えー、2番目の所有格と同じように、県図、アポストロフィー S を付けますね。この使い方を覚えてください。 けんけんずけんけんずこのようになりますね下を見てくださいね、えー、少年たちとしてますけども、えー、複数の S のついてる形を見ていきたいと思いますボーイズで少年たちという意味ですね、えー、少年たちのと言いたい時にはよろしいでしょうか、えー、アポストロフィーだけつけてください発音はボーイズで結構ですね え、アポストロフィーだけをつけると考えてください。え、的格もボーイズ。ね、え、主格と同じ形で結構です。少年たちのものと言いたいときはボーイズ。これもね、アポストロフィーだけをつけますね。この使い方もしっかりと確認してください。え、ここのポイントは、え、所有代名詞。何々のものという部分を答えるときに使います。my, yours, his, hers。 Kens, ours, yours, Theirs, Yours, Boys Our, このようになりますので確認してください曖昧民票の確認のためご自身で一時停止ボタンを押して活用してみてください一時停止ボタンを押して括弧に入る後ご自身で考えてくださいそれでは答えを見ていきましょうそのペンは私のものです The pen is mine となりますね I、My、Me、Mine の Mine。4つ目が入りますね。そのペンはあなたのものです。The pen is yours. そのペンは彼のものです。The pen is his. そのペンは彼女のものです。The pen is hers. そのペンは剣のものです。The pen is kens。よろしいでしょうか。アポストロフィー S の形ですね。 そのペンは私たちのものです。The p e n is ours。そのペンはあなたたちのものです。The p e n is yours ね。ね、えー。yours というのはね、二つ目のあなたのものとあなたたちのものね。えー、同じ形となりますね。そのペンは彼らのものです。The p e n is theirs。そのペンはその少年たちのものです。 そのがついていますので、ザをつけてみてくださいね。The pen is the boy's、ね。ここで注目していただきたいのは、アポストロフィーだけついている。ね、ここに注目してください。That is a book。B 動詞を使った文ですね。日本語にすると、That is であれは何々ですという意味ですね。Your book であなたの本となりますので、あれはあなたの本ですという訳となります。 あれはあなたの本ですか上の文を疑問文にしてみてください。このようになりますね。Is that your b o o k b 動詞のルールを思い出してください。B 動詞の文は B 動詞を主語の前に出すと疑問文になりましたね。それでは今回のポイントです。あれは誰の本ですかこのようになります。Who's b o o k is that? となります。まず Who's というのは誰のという疑問詞ですね。 ブック名詞ですね。ものや人のことを名詞だと考えてください。Who's book で誰の本という形になりますね。is that、ねえー。あれはですかという形ですね。疑問文ですので、is が主語「that」の前に来ていますね。答え方です。それは私のものですと答える場合にはこのようになります。it is。それはですので、ねえー、答える時には 一つのものの時答える時には一等を使ってください。it is または it's mine 私のものです。このようになりますね。you use Ken's pen 一般動詞の文ですね。日本語にしてみてください。you use あなたは使うということですね。Ken's pen で、Ken のペンですね。この Ken's は曖昧民意表の2番目の Ken's だと考えてください。 あなたは「けんのペン」を使いますか上の文を疑問文にしてくださいこのようになります「Do you use Ken's pen?」「Use」一般動詞の時の疑問文ですねまた主語は「y o U」となっていますので「Do」を主語の前に置きましたねあなたは誰のペンを使いますか今回のポイントですねこのようになります「Whose pen do you use?」 Use 誰のですね。ペンが名詞となりますね。疑問文ですので、Do you use このようになりますね。答え方の例です。私は剣のものを使いますと言いたい時にはこのようになります。I use 私は使うということですね。Ken ズだけでも OK です。Ken ズだけになると剣のもの曖昧名表の4番目の剣術と考えてみてください。Ken ズペンであれば。 Can, この検図は曖昧民表の2番,2番目ですね。検のペンということになりますね。よろしいでしょうか。練習問題です。一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてください。括弧に入る語、こちらもご自身で考えてください。それでは答えを見ていきましょう。これは誰のカバンですかよろしいでしょうか。誰のカバンですので、Who's back? えー「誰のカバンですか?」ですので「is this」という形となりますね。それは彼女のものです。一つのものを答えるときには「それは」it を使いますね。ただここはねカッコが二つだけですので短縮形を使ってください。それは何々です。ね。it になりますね。彼女のものですので「she her her has」となりますね。3番です。彼は誰の写真を持っていますか 持っているということですので一般動詞の文ですねまた主語は h となりますので注意が必要です誰の写真ですので whose picture よろしいでしょうか次が難しいんですね主語が h 彼ですので does he have となりますよろしいでしょうか、ね、一般動詞で主語が h の場合には does を使いますよねよろしいでしょうか4番ですこのカバンは誰のものですか これも難しいんですよね whose というのは誰のという意味もあるんですけども誰のものという意味もありますここはね whose で誰のものと考えてみてくださいですので whose is this park このような形となります Thank you for watching 個別レッスン不登校の方への取り組みオンライン英語塾も実施しておりますわかりやすく丁寧に解説します まずは概要欄をご覧ください。See you next time. Bye bye.